いや、マジで踊れないですから。あれなんですよ。あのですね、私、ドローンで TikTok が撮りたい。あ、新しいね。確かに、あの前回ドローンの雑談したじゃないですか、うん、いろいろで、オープニング撮りたいって言ったと思うんですけど、うん、オープニング撮るにあたってなんて言うんですか、ちょっとそれの練習みたいな感じで、最初、まあ、TikTok みたいな撮ったら、まあ、ちょっとなんか ね、コツみたいなイメージがね、そう、イメージが湧いてくると思うから、だから今日はドローンで TikTok を撮りたい。聞いてよということで、でも私たちドローンあまりわからないじゃないですか、うん、まだやっぱり使いたてなので、うん、ということで、ドローンに詳しい人を呼んでおります。おどうぞどうぞ。ドローンのインストラクターのドローンさんと申します。お願いします。あの、風の噂で聞いたんですけど、あの、何歳なんでしたっけ。19で、もうすぐ20歳になります。同い年だ、じゃあ。うん、俺、あれなんですよ、私が、あの、風の噂で聞いた時にびっくりしたのが、10代でドローンにめちゃめちゃ、なんていうの、ドローンインタクダクター、ドローンインタクダクター、これなんだっけ、インストラクター、インストラクター、すごいなって思ったんです、私。確かにね。そう、すごい。みんな10代ってことだ。そうですね。ちょっと待ってくれよ。これあと半年21だから。キャー！はい、ということでですね、ドローンを操縦していただいて、あの、TikTok を撮影していただこうかなと思います。お願いします。お願いします。